院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中。お問い合わせはお電話で。歯並びを直すと決めた時、歯科医院をどのように選びますか？矯正専門の歯科医院を選ぶ方もいれば、かかりつけの歯医者でやってもらうという方も、選ぶ基準は人それぞれですね。いつもの歯医者さんがいい場合もありますよね。そうですね。そこで注意していただきたいのが全身のバランスについてですね。バランスなんです。歯並びだけをきれいに治すのであれば、どこの歯科医院でも、まあ、治療は可能なんですね。はい。しかしそれだけでは問題がある場合があるようです。あるんですね。歯並びを整えるときに同時に整える必要があるのが噛み合わせなんです。噛み合わせですね。そうです。噛み合わせが悪いと筋肉に影響が出るんです。はい。どのような影響が出るんですか？そのおかしな噛み合わせを長期間続けていることで、はい、口の周りの筋肉だけではなく、はい、顔全体もしくは全身の筋肉の不自然な動きをしてしまうんですね。そうなんですね。じゃあお顔でいうと表情が不自然になるんですか？そうです。顔の場合は表情ですよね、はい、こう片方だけこう曲がったりね、なんか片方の目だけこう下がったり、まあ、いろんな、ね、表情に影響出ますね。いずれそうなっちゃうんですね。なるんです。でまだその歪みを直そうと、はい、首の筋肉などの体全体の筋肉が、はい、まあ、不自然な動きをしてしまって、はい、全てのバランスが崩れてしまい、時には歩くことすらできなくなるんですね。つながってるんですね。では歯の役割を教えてください。はい。歯は食べるためにあると思われていますが、そうではなく全身を支えるためにあるのです。全身ですね、そのため歯が抜けてしまったりすると、まあ、歯だけではなくて体にも影響があるのを覚えておいてください。はい。大口先生ありがとうございました。はい、どうぞ。しまして、噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい。以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい。どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。ホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい。またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい。このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい。小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい。こちらから購入することができます。なおこちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい。医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい。この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい。つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の
実証されている薬用として販売されているんですね。はい。